今皆さんですね、紫のいちごの王子様がすごい炎上してるじゃないですか。でその件についてね、今とんでもないことになってまして、これどういうことかというと、まあ、いろんな活動者の方、いろんな有名な人たちとかも、まあ、変に反応したり動画出したりしてるんですよ。で動画出してる僕もそのうちの一人なんですけども、一体どういうことが起こってるかというと、なんと紫のいちごの王子様の婚約者の元カレさんがいきなり配信を取り出して、とんでもないことをいろいろ配信で言い出すと。今回はちょっとその件について取り扱っていこうかなと。今のうちにチャンネル登録。婚約者の元彼と名乗る活動者の方がこのミカナって人なんですよね。この人が急遽配信を取り出してですね、僕婚約者の元彼なんですよねみたいなことを言い出して、いろいろなんか大炎上してるんです。この配信上の話された内容っていうのがね、2015年声優養成所で出会い、翌年の夏頃まで付き合う半同棲、2016年彼女はオーディションに来り VTuber として活動を始める、2017新しい環境で夢を追う、そこで出会ったインターネットで活動してる友人に憧れてこの世界に興味を持つ、2018年その友人の力添えもありミカナとして活動を始める、2019年声優事務所に預かり所属する、2020年コロナ禍になり両立していた声優業が厳しくなる、2021年ツイッター凍結、2022年3月9日コレコレさんの配信で紫のいちごの王子様と被害者の女性の件が取り上げられると。今騒がれてる内容がですね、紫のいちごの王子様の婚約者が今 VTuber のキズナアイさんってすごい騒がれてるんですよ。でも騒がれてるだけであって断定はしてないんですよね。だからその証拠とか出てたりとか怪しいなとかそういうのいっぱいあるんだけども、キズナアイっていうのは確定はしてないわけ。でもこの人はキズナアイって名前を言わずに VTuber って断定付けて話進めてたんですよ。それで余計ブワーって荒れてるんですよね。これなんでそういう風に配信を撮ったのか、なんか権威があるんですけども、紫のいちごの王子さんを本当に心から尊敬していたからこそ許せなかったから、まあ、配信を撮ったらしいです。で自分が活動している歌い手という世界で有名な、いちごの王子様さんが炎上されていて、まさか自分の元カノの件で荒れてしまっていて、自分はこの世界で歌い手として頑張っていきたいからこそどうしても見てみるふりはできなかった、自分のためのけじめみたいな、まあ、表で話したのはリスナーに伝えたかったからと。リスナーは何を伝えられてるんだって話なんですけど、この時点でリスナーさんが配信を聞いていた感じの感想も送られてきてました。配信を聞いていた感じ、過去元カノと付き合っていた時にいい別れ方ができずトラウマがあったからこそ今回の件を混乱して配信を開いてしまったのかなと思います。なぜ元カノだと思ったのかはこれこれさの配信でロコも流れていたのでそれじゃないのかなと思います。同棲もしていたらしいので声だけでも分かるのではないでしょうか、分かりませんがみたいな。何がひどいってまだキズナアイさんって断定してないんですよ。まあみんな怪しいよね、似てるよねって感じなの。でも VTuber としても断定してないんですよ。だからこれもしね、炎上商法のためただ売名するためだけに VTuber で断定つけて話をこの人が進めていた場合、今予想されているキズナアイさんに迷惑がかかるわけじゃないですか。で何のためにこの配信を撮ったのか もう意味がわからないわけで、最初閲覧85人とか40人とか70人だったんだって。でもその配信を他活動者の方が取り扱ってなんか一気に何百人以上の人が見るようになって、そっからさらに広まって炎上するみたいな。だからね、一体どういうことなのか今から本人とちょっと通話していこうかなと。どうもどうも、はじめまして。今回ね、紫のいちごの王子様の婚約者の元カレということで配信を取られたミカナさんということで、ちょっと普通に気になるとこだけ聞いていきたいんですけど。はい、本当にお騒がせしてしまって申し訳ございません。お邪魔します。あ、お邪魔してください、どうぞ。今あなたが言っている VTuber さんという言葉は断定してたんですよね。はい。それなんですか、紫のいちごの王子様の婚約者の方が VTuber っていうのは何で分かったんですか。両活動者様両方本当に尊敬していて、その中で本当に声だとか話し方だとかで当時のことがフラッシュバックして、そうですね。っていうことは何ですか、喋り方で、ね、あ、この人自分の元カノだなっていうのを断定付けたってことですか。それと正直に申し上げますと、はい、SNS や Twitter のトレンドなどで非常に多くの憶測が飛び交っていたかと思うんですが、飛び交ってましたね。それを助長するような軽率な行動をしてしまったことを本当に反省していて、はい、っていうことは、ね、今ネットで騒がれてるのはキズナアイさんって今すごい騒がれてるんですよ。じゃああなたの元カノはキズナアイさんってことですか。助長ってどういうこと、はい、じゃあ何、別にキズナアイさんじゃないんだけど、キズナアイさんって間違えられるような行動してしまったから謝罪をしたいってことですか。それ黙られるとキズナアイさんなのかなってなっちゃうんですけど、ミカナさん、はい、ミカナさん、いい、いざその、その、問い合わせしまっていて、すいません。じゃあ、その、はい、僕の始まりいいんで、はい、正直、もう本当に、
今動揺してしまってるんですけど、それを自分の口からお答えしてしまっていいのかっていうところですごく本当に自分の軽率な行動もあったんですけど、そういうこと言うとさ、はい、キズナイザーなのかなってなるじゃないですか、はい、キズナイザーなのね。すいません、どうしても僕の口からはお答えできません。だったら何の配信だったの、あれ。なんで VTuber って匂わせるんですか今。だってあなたさっき口リム言ったけど、トレンドでねすごい騒がれていたのもあったから、ああいう配信を撮ってしまったってさっき言いましたよね。そういう配信しちゃうとさ、なんか俺らも気になっちゃうじゃないですか、はい、何なんだろうみたいな。で今騒がれてる件も、まあ、はっきりさせたいわけであってさ、今回一番悪いのは紫のいちごの王子様なわけだって。しかもこれあなた配信で証拠出さないで話してたんでしょ。君最初に言ってたけど、許せないから、紫のいちごの王子様が許せないからあの配信撮ったんですよね。いろんな感情が高ぶったあの配信撮ったんですよね、はい、まさか売名のために元カノを利用してとかじゃないですよね。ということでは決してございません。あ、じゃあ証拠送ってください。見せてください。晒さないと。あります。見せてください。あー、なるほどね。なるほどなるほどなるほど。僕の口からは何も言えない。あなたがこの人の元カレっていうのは分かったけども、でもそのいちごの王子様の婚約者がその人とは限らないじゃないですか。そうですね、そこが本当に軽率な行動だったと思います。そこであなたは軽率に行動してしまったと、はい、もうこれは僕も悪いです。200人の配信で収まってた内容を僕は1万4000人の前で晒しています。これは僕も悪いです。これはミカナさんだけではなく僕も謝罪させてください。誠にすみませんでした。本当にこちらこそ申し訳ございません。まあでも分かんないですか、この人の元カレはその人っていうだけで、別にその婚約者の方がその人っていうのは限らないですからね。すいません、感情的になってしまって、あのすごく当時から家族思いな子で、はい、温かい家庭をずっと築きたいって言っていて、はい、今回本当に数年越しにはなるんですけど、自分が本気で向き合っている活動で、はい、活動始めた時から今まで最前線で活動されている憧れの人物が、そうやって今回のようなことを、うん、マキュー、うん、そうですね、それが本当に悔しくって、自分の活動を通してそれでも僕はこの世界で頑張っていきたい、ついてきてくれるかなっていうのを伝えたが、あまりに本当に軽率な行動だったなと。ついてきてくれるかなってどういうこと。別に言わなきゃよかったよ。いや本当にこれまで自分が築き上げてきた活動がそういう方向性だったっていうのもあるんですけど、いやいやいや違う違うでしょ、売名でしょ、はい、普通に売名にしか見えないんです。いやなんかその本当に思ってるのであれば裏に思うわけであって、配信上で別に言う必要ないんですよ。通知出して、まあ、あなたわざわざ配信上で通知出して VTuber って断定つけて話してる時点で売名と思われても仕方なくね、それ。はい、捉えられても仕方ないと思ってます、うん、いやそうでしょ。今現にすごいさ、僕は本当に彼女は家族思いでとかなんかそう言われても、いや別にそれ表上で言わなくてよくね、騒がなくてよくねって話なわけだって、本当に思ってるのならば裏で完結させればよかったじゃないですか。でわざわざ断定つけるかのようなね、今すごいデマとか噂とか回ってる中で、あたかも VTuber って断定つけて話を進めてたら、それなんか婚約者の方今回1ミリも悪くないのにさ、変に被害食らってるしさ、で実際に違う人だったらさ、その VTuber の方もめっちゃ迷惑してるやんじゃないですか。普通に今だってスリープ中ですよね、 VTuber の方ね、次のためにさ頑張って やろうとしてるんですよね。なんでそれ邪魔するようなことしちゃったの。本当に軽率な行動だったの。おいやすごい、もうなんか滝のように出てくるなその言葉が。悔しくて感情的になってしまって。いや悔しくて感情的に、あの知ってます、妊婦さんってストレス抱えたら余計しんどくなるんですよ、はいはい、もう妊婦さんがその人って断定つけてないの、妊婦さんが元彼とかもし全く知らない人がそういうことを発言してたりしてストレス抱えたらどうするのっていう。でもう一度聞きますね、あなたの元カノさんはキズナアイさんなんですか。僕の口からはお答えすることが現状はできません。わかりません皆さん、言えないならわからないよ、僕もわからない、これはまた謎に包まれたままだ。わかりました、ミカナさんありがとうございました。はい失礼します、ありがとうございました。貴重なお話ありがとうございました。ありがとうございました。なんかモヤモヤした感じやったな。なんと皆さん、キズナアイさんの公式アカウントから声明文が出てます。キズナアイに関するご報告とお願い、現在ウェブメディアや動画コンテンツ等においてキズナアイの名前やビジュアルが無断に使用されており、さらにキズナアイの世界観を壊すような表現が用いられていることは非常に遺憾であり困惑しております。キズナアイは自我を持った AI というバーチャルな存在で性別もございません。これ以上エスカレートするようであれば、絆を守るためしかるべき対応を行ってまいります。用いられてるです皆さん、ごめんなさい漢字弱者で。今後とも絆へのご理解ご支援のほど何卒よろしくお願い申し上げますと、まあ、皆さんも信じないように、噂ですからね、噂良くないですよ、噂で動くのは。本当に後日これこれさんの配信にて婚約者は絆愛ではないということが確定しました。